ラウトヤルビは、フィンランドの自治体。南カルヤラ県、イマトラ郡に属する。過去には、南ソーミ州に属していた。ロシア連邦北西連邦管区のレニングラード州、及び、カレリア共和国と国境を接している町でもある。2013年8月31日現在の人口は3841人で、フィンランド国内で218位の自治体である。町の面積は 401.89 平方キロメートルだが、そのうち 50.25 平方キロメートルが水面積である。総面積では249位の面積である。人口密度は 10.92 人平方キロメートル。また、ラウトヤルビの公用語はフィンランド語のみである。冬戦争でソビエト赤軍から白い死神と呼ばれ、恐れられた伝説のスナイパーシモヘーヘの出身地でもある。アーカイブされたコピー。2013年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年9月15日閲覧。http://www.maaa-site/default/spi-nt-data/2018年年ムカーン XLS ハットザスナイパーログブックワールドウォー2ウィキメディアコモンズにはラウトヤルビに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。